サードストライク。滑走路閉鎖されたから。終わらされたら45時間置いてんだけど、そんなにないわ。そんなにない、うん、間に間に4発等2階建て世界最大の旅客機エアバス A380 ただいま九十九里から陸地の方に入りました。続いての到着便は九州宮崎から参ります。ジェットスターの634便、機材は同じくエアバス。続いての到着便はアメリカロサンゼルスから参ります。日本航空の61便、機材はボーイングの777-300ER、 全長74メートルの大型機です。また本日こちらの飛行機で西堀の到着便はタイバンコクから参ります。日本航空の708便、機材はボーイングの 787-8 ドリームライナー。エアバス A380-800 タイバンコクから参ります。タイ航空の676便、こちらの飛行機すでに霞ヶ浦上空を通過いたしまして、左旋回に機首を お待たせいたしました。エンジン4発等2階建て世界最大の旅客機エアバス A380-800 タイバンコクから参ります。タイ航空の676便、すでに利根川上空を通過しております。あと2分ほどで桜の山上空を通過いたします。